山美先輩。はじめまして、私生徒会役員のスメラギーツキです。生徒会ジャバミユミコです。よろしくお願いいたしますね。さあさあ行こう行こう。先輩、私とギャンブルしませんか。きったごめんね、これから彼女を断りよう。願ってもないことですわ。はあ、やったヘリナジュも使いやすさがありです。よかったらどうぞ。え、いいんですか。スメラギーツキ、上納金ランキング1位。たわけの上納金を払って1年生なのに生徒会入りをしたんだ。上納金って生徒会。日本で有数のトイメーカーの社長令嬢、半端ない金持ちなんだ。先輩話題になってますよ。なんでも転校初日のギャンブルで早乙女先輩をギタギタに乗せたとか。ギャンブルも強い。トランプゲームなら無敗なんて話もある。無敗？まあ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 、それは素敵ですねいやいや、実は彼女には恐ろしい噂が。ビンビン感じてますよ、先輩の熱い線。よっぽどギャンブルがお好きなんですねたしなむ程度ですよで、ギャンブルの種目なんですけど、ダブル神経衰弱なんてどうです。ダブル神経衰弱。ダブル神経衰弱ご存知ですか、鈴井さん。いや、全然で、今回の賭け金なんですけど、早乙女先輩とは1000万賭けたんですよね。生徒会発行の100万円チップ20枚。私は賭け金2000万。2000万どうです？ダブルアップってやつですよ。ゆめこ、ノーノーノー。残念ですが、2000万円なんてとても用意できません。へえ、じゃあ貸しますよ、2000万。それも無利子で。ぜひお願いしますギャンブル成立ですね。